近鉄不動産株式会社は、大阪府大阪市天寺区に本社を置く日本の不動産会社。近鉄グループホールディングス参加で、近鉄グループの不動産事業における中核会社。関西資本の不動産会社として、主位、電鉄系不動産会社としては、東急不動産に次ぐ規模を持つ。1968年4月1日。 近畿日本鉄道の不動産部門を分社化して設立。その後、住宅販売部門の近鉄不動産販売現在の近鉄不動産に名称変更、住宅建築の近鉄不動産住宅近鉄不動産に吸収合併、ビル管理の近鉄ビルサービス、マンション管理の近鉄住宅管理、ゴルフ場運営の近鉄ゴルフリゾート土木工事の 近鉄造園土木といった関連会社が設立された。また、金沢市にあった住宅メーカーを参加に収め、近鉄ホーム連合建設株式会社として経営していたが、すでに解散している。このほかプライムリゾート、賢島や神戸北のホテル、湯田温泉ホテル松正といったホテル、旅館の経営も行っていたが、それぞれ事業上等を行っている。 2015年4月、近鉄グループの持ち株会社化に伴い、近畿日本鉄道の不動産事業を分社型九州分割により承継。それに伴い、安倍のハルカスをはじめとするオフィスビル、商業施設、高架下の運営、管理も行うようになった。総合デベロッパーとして、近畿圏を中心にオフィスビルの賃貸や商業施設の運営、新築マンション、 戸建ての分譲事業、不動産仲介事業、リフォーム事業、駐車場事業、高架下事業、メガソーラー発電事業、農業事業、ゴルフ場の経営などを幅広く展開。マンションの販売個数では、近畿圏で主要争う2003年2004年2007年2008年、実績1位。また、首都圏では、首都圏事業本部、中京圏では、 名古屋事業本部を設置し、オフィスビル、商業施設の賃貸やマンション、小建ての分譲不動産仲介を行っている。近鉄グループでは4カ年の中期経営計画の柱として、首都圏での不動産事業の強化を重要テーマと位置づけており、同エリアにおける賃貸用有料資産の取得を進めている。東京都中央区に所在するオフィスビル、 京橋スクエアの取得を皮切りに、2018年までの4年間で、首都圏の不動産事業拡大に600億円を投資すると発表した。また、保有資産の建て替え、再開発事業も進めており、福岡市博多区に所在する、博多とホテルを、とホテル博多オフィス、商業施設からなる複合ビル、近鉄博多ビルへ建て替える構想も発表している。近畿圏首都圏、 中京圏の三大都市圏でローレルシリーズを幅広く展開。これまで近畿圏で4万7千戸、全国で7万6千戸を超えるマンションを供給しており、近畿圏ではトップクラスの供給実績を誇っている。マンションシリーズ1925年、東大阪土地建物による生駒住宅地の開発以来、延べ2857ヘクタール、1 7十を超える、 住宅地を開発。近年はローレルヒルズ、ローレルフォーチュンの名でブランド展開も行っている。ありがとうございます。